はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、僕が長年ですね、忘れていましたプログラムというのをですね、挑戦してみました。それもですね、今日初めてインストールをした Python というね、この頃よく使われているプログラム言語なんですけれども、全く僕は構文も知りませんが、これと Excel で何ができるんだろうということをちょっとやってみたいと思います。ですからプログラムを全くやったことのない人もできるようになります。できるようになりますが、でも聞き方、そしてプログラムで何ができるのかということだけはちょっと勉強しないといけないと思います。皆さんにもこういうやり方を覚えたいというような人がいましたら、簡単なレクチャーというのもできるかなと考えました。僕は以前はですね、ベーシック言語とか C 言語とかで大きな会社のプログラムもやっていたことがあります。その後はデータベースとかそういうのに変わってですね、言語を書くというのはかなり減ったんですけれども、スクリプトというぐらいのことはずっと続けていましたが、そうですね、もう数年ぐらいはプログラムというのは全く触っていませんでした。でもチャット GPT が出てきたので、一回やってみるかということで、こういうテーマでやってみました。Excel でテストをしたいので、データを入れるところから大変じゃないですか。何人分かのデータで皆さんにこんな風に見せるというのは大変なんで、ランダムに日本語で氏名、年齢、郵便番号、性別のデータを作って、先頭には見出し行ですね。そういうのも作ってくださいと。見出し行ってExcel使ったことがない人のためにもお話ししておきますが、こんな感じのですね、上に氏名、年齢、郵便番号、性別とこうなってますよね。こういうようなデータも作ってねということです。そうしましたら、何やらわからんようなソースコードが出てきました。出てきたんですが、氏名のデータは名字と名前をスペースで分けるようにもう一度作ってください。後で僕がやりたいプログラム実験があるのでですね、このようにしまして、そしたらまた同じような感じで書いてくれました。大方良くなったので、いいですね。うまく動きました。名前を日本語らしい感じでできませんかというのはですね、これでやるとですね、英語のような文字で出てきたんですね。ちょっと日本語にしてもらわないと僕のイメージが湧かないし、皆さんに見せれないので、日本語の漢字を使ってランダムな氏名を生成することも可能ですと。これはどういうことかというと、ここでですね、こんな風に適当な漢字をずっと並べてですね、この中から Python が抽出しようという感じなんですね。よく見たらここにね、氏名、年齢、郵便番号、性別というようなこの見出し行のプログラムですね、カラムスというのができています。で、こういうふうにプログラムをするんですけれどもですね、これは Excel に直接出すことはできないと思ったので、思ったというのは僕が勝手に思ったんですよね。CSV ファイルといって、カンマ区切りでですね、名前、カンマ、年齢、カンマ、郵便番号、カンマ、男性か女性かというカンマをつけてですね、一覧表をテキストファイルとして作ればいいんじゃないかというふうに思ったんですね。それを見てみると、まだ後で実験をするんですが、ここにできた CSV というのがあります。これをですね、ワードパッドで開いてみますね。わかりますかね。ちょっと字がおかしいですので、今これなんかわけのわからんような形になっていますけれども、これは漢字ディスコードとかそういうのが違うからなんですね。ちょっと字だけ大きくして皆さんに見えやすいようにしますね。こんな感じでカンマで区切ったりとかやってるわけですね。カンマというのはね、今青くなってますよね。このようにカンマで区切られた文章ができるということです。ここでこのデータを一旦消しておきます。ゴミ箱に削除します。はい。このように削除しました。そうしまして、また名字と名前の間にスペースがなかったので、もう一度やってくださいと。ここで面白いですね。ちょっと日本語が久しぶりに崩れました。申し訳ございます。申し訳ございませんですね。はい。ちょっと日本語を間違えました。スペースを挿入するように修正します。ということで、これね、僕も完全に分かってないんです。でもね、昔プログラムをやってたんで、ほん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 。ああ、そうかもわからんな、みたいな形とね、これコメントというか、こういうシャープついたですね、説明がこう書いてくれてあるんでですね、大体はわかるんですね。プログラムの勉強にもなりますね。これで期待通りに氏名が生成されるはずですと。はい、うまくいきましたが、郵便番号は文字列にしたい7桁って書いたのはどういうことかというと、これで作ったらですね、郵便番号が7桁のものと6桁のものもできてしまったんですよね。ですからこれで7桁というふうに指定をしました。はい、これでですね、ちょっと修正はあるかもわからないんですけれども、このようにプログラムができました。正直わけは分かっていません。でもここでコピーコードというのをします。この Python というね、フォルダーに Excel PY と書いてあるんですけど、どんな文字でもいいんです。ちょっと変えてみましょうか。Excel に PY というのを新たに作ろうと思います。これで新規作成でテキストドキュメントというのを作りたいと思います。この名前は Excel にしときましょうか。で、テキストじゃなくって、Python のコードは PY とつける約束になってるようなんで、Excel2PY という名前にしておきます。はい。このように拡張子変えるとファイルが使えなくなる可能性がありますが、変更しますか。はい。にします。このように Excel2PY というのができました。これをちょっと開きます。プログラムがしやすいように、これ無料のさくらエディターというメモ帳のお姉さんのようなソフトです。なんでこれを使うかというと、先頭に1行目、2行目のような番号がついてくれるからです。ではですね、プログラムをもう一度ちょっとコピーコードということで、ここですね。これを押します。そうしまして、さくらエディターに戻りたいと思います。ここに貼り付けをします。そうしましたら、このプログラムが貼り付きましたので、これをそのまま上書き保存します。そして、このように上書きしました。そうしまして、コマンドプロンプトっていうのがあります。このコマンドプロンプトを立ち上げるように設定してあります。これ一旦ちょっと削除しますね。Python の実行環境というのはたくさん解説サイトがありますので構築をしました。このコマンドプロンプトというのをダブルクリックして起動しますと、こんな黒い画面が出てきます。ここでこのように打ちます。はい。まだ Python の綴りすらちゃんと覚えていませんが、Python でスペース開けまして、Excel ですね。Excel2.py と打ちますと、これでエンターを押すとですね、プログラムが動くわけです。このようになんとなくできたって感じですよね。で、これはどういう風になったかというとですね、一旦これ消しますね。はい。ここにですね、テストデータ、先ほど消したんですが、テストデータ CSV というのができました。そうしましたら、僕はExcel を持っていないので、OOO っていうね、OpenOffice 軽くというね、無料のソフトがあるんです。その無料のソフトで、このように開くというふうにします。できたデータ CSV というのを開きます。いわゆるテキストのインポートをするんですね。その時に、ユニコードの UTF-8、これを選んで、そして日本語というふうにします。もう一つチェックすることは CSV としましたから、このカンマ区切りというのにします。どのように読み込めるかというのは、この下にサンプルで出ます。もしこのカンマを外してしまったら、はい、こんななんかつながったみたいになってしまいますね。もう一度カンマを入れます。このようにして OK をしますと、はい、このように表が読み込まれたわけです。そこで字が小さいので大きくしておきますね。これでちょっと広げます。よく見えるように26ぐらいにしておこう。はい。こんな感じでデータすら打たなくってもですね、こうやって作ってくれたわけです。まあ皆さん Excel 使われる方はこんな風に幅を広げたりですね、やるんですけれども、今日はテスト用ですからきれいにすることはないんですね。そして次に考えたのは、ここで氏名ということで適当な日本語の名前のようで名前でないデータがあります。ここにですね、関数を作ってもらおうというわけです。で、どんな関数をやったかって言うたらですね、ここで Excel の A 列のデータをスペースで分けた名前の部分を E 列に抽出する関数を書いてください。というから、こんな風にしましたが、電格文字がなんかおかしくなったんですよね。そこへExcel としてたからおかしいのかなと思って、ここでこれを OO の軽くの場合はどうしたらいいんですかというふうにしたら、このようになりました。はい。じゃあこの関数ができましたのでね、これちょっと A1 になってるんですが、もうここで打ち替えますね。まず Excel の表を開きます。そして貼り付けます。貼り付けますがA1 になってますので、ここだけちょっと変えたいと思います。A2 ですよね。そしてこのように書き換えました。どうですか？このように村川というのができましたよね。これであとは Excel をやったことのある方ならわかると思うんですが、こうやって下へずっと引っ張るだけで、はい、名字だけができましたね。今度はここのところにですね、下側というのを入れたいと思います。OK です。では、同じ要領で A2 のデータのスペースより後ろを抽出するにはっていうふうに書きました。先ほど A1 で入れ替えするのが面倒だったんで、ちょっと僕も賢くなりました。で、このようにするとですね、今度またなんかちょっとエラーが出たんですよね。出たから、電格のスペースにも対応できますかというふうにしたんです。したんですけど、find というのを findW とやればいいと教えてくれたんですが、それでもエラーが出たので、OOO、いわゆる OpenOffice 軽くでやっても同じですか？はい、同じです。というふうに出てきました。電格のスペースに対応する関数はということで、ここの部分分かりますかね。ここがちょっと電格になってるのかも分かりませんが、そうやってこの関数をコピーします。また OpenOffice の軽く、いわゆる Excel に戻ってきます。じゃあここに貼り付けをします。うまくいきましたね。名前がこのように出ました。ですから同じようにこうやって、これで名字と名前がうまく分離できたわけです。次はですね、ここにまあ年齢というランダムデータがあるわけですけれども、これの生まれた年ですね。それを出してほしいと。いわゆる生年月日っていうやつですね。生年月日なんですけど、月日はないですので、生まれ年を計算してほしいと思います。それはどのようにしようかということなんですけれども、ここでですね、僕の質問がいっぱい間違えました。OOカルクで B2 の年齢データから生まれた日を計算する関数。生まれた日じゃないんですよね。日のデータなんかどこにもないのにですね、やってたからどうやってもうまいこといかんなーっていうふうに思っていたんですよね。エラーが出ますとかね、このように書いたりしたらごめんなさいと言ってくれたりですね、したんですが、間違ってたのは僕です。僕の欲しいのは生まれた年ですということです。チャット GPT が間違っていたんじゃなくて、僕の指示の仕方が悪かったわけですね。はい、ここに書いてくれました。これです。これをコピーします。そしてまた Excel に戻ります。じゃあここにそれを貼り付けると、はい、ちょっと小さくなってますね。これ大きな文字にします。1928年ということになりましたので、これをピューッとこのようになりました。例えば性別に男女というような表記になってますよね。ここの部分ですけれども、これを男性女性とか性という字をつけてほしい。こういうのを思ったらどうしたらいいか、また聞いてみましょう。今度は D ですが、男もしくは女になっていますが、その文字に「性」という文字を足して男性女性という表記にする関数はというふうにしました。これで聞いてみましょう。はい。こういうような感じになりました。まあ Excel の関数の方はね、皆さんが普段使ったりしてるということもあって、そんなに難しいという感じではなかったと思います。でもですね、このデータを自動的に作ってくれるというね、この便利なプログラムですが、最初インストールをした後にこれをやってみたらですね、うまくいかなかったのがあるんですよ。それはこの Pandas というライブラリーがですね、なかったりしました。こういうふうなものもライブラリーを追加しないといけないというようなことも、それ自身も僕はこのチャット GPT に聞いたりですね、そういうことができるんですよね。すごいですよね。もう本当に数年ぶりにプログラムというのを久しぶりに見ましたし、もちろん Python なんていうようなものは全く知らなかったんですけれども、まあこれでプログラムができることが分かりました。そして Python の環境自身をインストールしたのでですね、これからはちょっとしたプログラムはですね、全部動かせれるようになりましたので、これはもう画期的に僕もプログラマー復活という感じでですね、今日はそんなお話をさせていただきました。皆さんもちょっと勉強をしたいという方がありましたらですね、また相談ください。なるべく短期間で覚えてもらえるようにですね、レッスンなどもやってみたいと思います。素晴らしい時代が来ました。村長でした。